じゃあ続いての質問です。はい、メルゲートにはですね、実習室がないということですが、生徒を毎日一日中塾にいさせるというわけではなさそうですねと。でメルゲートではじゃあどのように強制力を保っているのかという質問ですね。はい、まあ一日中塾にいるやつって大体伸びないんですけど、うん、はい。なので結局一日中塾にいるってことは、やっぱり環境は変わらないので、どうしてもマンネリ化したりします。うん、だから、例えば僕、駿台千ヶ谷とかエナとかいろんな塾、今までね、優秀な人がいっぱいいる塾行ってましたけど、みんな朝から晩まで同じところで勉強してる人って一人もいないですね。うん、はい。つまり、それって結局状況変わらないし、ただ漫然とその場で居眠りしたりとかしたりして、全然気合が入らないんで、全く環境として良くないんですよ。だからメルケイトを自習室にしたくないのはそういう理由もあるわけですね。メルケイトっていうのはやっぱり試合の場なので、例えばボクシングやってるやつがボクシングリングのとこで寝てるやつはいないですよね。やっぱり神聖なるボクシングリングの上では、ちゃんと集中してトレーニングをしようとか。で、休憩するのは別の場所のはずですよね。あとは練習するのもジムのリングの上ではなくて、サンドバッグをやったりとか筋トレマシンでトレーニングしたりとか、また試合とは別の場所でトレーニングすると思うんですよ。うちメルケイトのあの空間っていうのは試合の場であってほしいわけですね。なのでやっぱり勉強場所っていうのはご自宅でもいいですし、もちろんメルケイトの前後の時間使ってもらってもいいですし、いろんな場所でしっかり自分のルーティンを決めてほしいなっていうのがあるのと、ベース、やっぱ家でやれるようにしてほしいですよね。うん。そうですね。そう。何よりも家が効率的なんですよ。なんだって移動時間ないわけなんで。だから、よく家庭の環境を整えてくださいって親御さんによく話すんですけども、家を自習室にできるような仕様にしてもらうっていうのが一番。うん。で、そこでもやっぱりさっきも言った通り、環境は変えた方が絶対に記憶効率はいいので、図書館使う、あるいは近くの何か塾なり、何なり使うっていうのもいいとは思うんですけど、朝から晩まで同じところにいた方がいいっていう観念を変えた方がいいですよね。うん、そうですね、うん、はい、わかりました。じゃあ最後の質問ですね。はい、一般家庭サラリーマン家庭ですねから、長期スーパーローンなどで、3000万円台の私立医学部に通ったとして、医師になれば返却できますか、返済できますか、返せなくなった人って知る限りで今までいらっしゃいましたかと。そうですね、まあ3000万仮に引っ張ったとして、10年で返すんだったら300万ですよね、年間ね。そしたらそれを10で割るんで、まあ、7、8万ってことになるんですけど、これはまあ 100% 返せますね。はい、7、8万であれば、まあ1日バイトするっていう感じなんで、まあその医者になるまでの借金を、まあ言うなれば1日、まあ8万ぐらい稼げるバイト、まあちょっと税金抜かれちゃうんで、ちょっとあれかもしれないですけど、まあ10年あれば普通に返せるし、それ月1回そのバイトをすればいいっていう計算なんで、そうですね、まあぶっちゃけ1日ぐらい頑張れよっていう話ですよね。だから8万円ぐらいであれば全然返済可能ですし、まあ、もっとそのお金が貯まれば先に返していくこともできると思うので、10年間以上、かかることはないんじゃないかなと思いますけどね。返せなくなった人って聞いたことあります？いや、そのだからまあ結局ご自身の体調が悪くなって医者が続けられないとか、やっぱそのメンタル面とかで不調でとか、あとは女医さんとかですよね。今日は女の子の医学部生で家が実家があんまりお金持ちじゃないってほぼないんで、特にやっぱね、娘さんをお医者さんにしようって家は相当なので、あんまり女性側でそれは聞いたことはないですけど、やっぱ男子とかでね、まあそのなんかやらかしてしまったりとかして、まあちょっとね、その医者が続けられないとか、なんかいろんな理由でそういうのがあるとちょっと困っちゃいますけど、普通に暮らしてればまだありえないですね。はい、今回の質問はじゃあ以上となりますので、細井先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今度ね、大阪校、はい、今ちょっと動いてくれるんですね。はい、動いておりますので、はい、長らくお待たせしてるんですが、はい、そろそろですね、ちょっと開校準備に向けて頑張っていこうかなと思いますので。ビリオジ塾長ですか？ビリオジ塾長に入っていただく予定でございます。まあ、はい、本人にはまあうっすらとは伝えてあります。なるほど。ちょっとね、大したことじゃないですけども、うちもね、この天沢クリニックが、天峰クリニックっていうのがね、大阪にありまして、天峰クリニックです。はい、天峰クリニックでございます。天峰クリニックをどうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、大阪茶屋町にね、僕も出勤月に2回ですね、はい、計4日しますんで、はい、ということはメディケイト大阪校にも僕も顔出せる、そういうことになってほしいです。はい、面談とかね、ぜひ大阪、関西の方々ね、はい、ちょっと今までなかなか触れ合えなかったですけども、ぜひ入塾の方よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。